アドリアン・ディアコヌは、ルーマニア出身、カナダ在住のプロボクサー。元 WBC 世界ライトヘビー級王者。2000年、ルーマニア代表として、シドニーオリンピックのボクシングミドル級に出場し、ベスト8。アマチュア戦績は245戦218勝27敗。2001年3月2日、カナダでプロデビュー。2005年6月3日、 カナダライトヘビー級王座決定戦でコナール・マクフィーと対戦し5回 TKO 勝ちで王座を獲得した。9月16日にはリターンマッチで初防衛に成功した。2005年12月2日 WBC インターナショナルライトヘビー級王座決定戦でダーリン・ハンフェリーと対戦し11回 TKO 勝ちで王座を獲得した。2006年3月24日 ナバ北米ライトヘビー級王座決定戦でマックス・ヘイマンと対戦し4回小勝ちで王座を獲得した。2007年5月9日リコ・ホイエと対戦し3回 TKO 勝ちで2度目の防衛に成功するとともに WBC 世界ライトヘビー級王座挑戦権を獲得した。同年9月29日に王者チャド・ドーソンに挑戦予定だったが負傷により試合を辞退した。 2008年4月19日、ブカレストで行われた WBC 世界ライトヘビー級暫定王座決定戦でクリス・ヘンリーと対戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2008年7月、正規王者チャド・ドーソンと王座統一戦で対戦予定だったが、ドーソンがアントニオ・ターバーとの対戦を優先し王座を返上したため、 正規王座に認定された。以後、防衛戦中止が続き、2009年4月4日には、ノンタイトルマッチで3から0の判定勝ちを収めた。2009年6月19日、ベルセンターで5位、ジャンパスカルと対戦。5回にダウンを奪われた後は、反撃を続け、11回には攻勢を強めたが、0から3の判定負けで初黒星を喫するとともに、王座から陥落した。 12月11日、パスカルと再戦するも、0から3の判定負けで王座帰り咲きならず。2011年5月21日、ケベック州モントリオールのベルセンターで、チャド・ドーソンとライトヘビー級12回戦を行い、0から3の判定負けで、元世界王者対決はドーソンに軍配が上がった。ありがとうございます。